まずは、えー、佐渡金山が文化遺産に登録されることについてですけれども、私たちはいいと思います、ただし、ですねこれ遺産という話ですから、その歴史の一部分だけつまみ食いすることは許されないと、そう考えています、つまり何かというと、芸術的価値の高い、えー、佐渡小判が作られたりとか、採掘技術が発展しましたということのほかにも、えー、その金山の中では、えー、奴隷のような労働が行われていたとか。 特に戦時中においては朝鮮半島出身者という人たちも同じような働き方をさせられていたということですね。こういったある意味で歴史の光と影というものをしっかりと浮かび上がらせるような、佐渡金山にまつわる歴史の光と影という部分を両方、 なんだろうな見据えたうでの、えー、世界遺産登録、この文化遺産登録というものに関しては、私は意義深いものがあるだろうというふうに思います。えー、そうではなくて、一部分だけをつまみ食いしたものの内容になるんだったら、これはもう、なんでしょうね、えー、やってる感アピールでしかない、そう思います、まあ、おそらく参議院選挙などに向けてに、ね、いろんなことをやってますっていうようなことをアピールしたいというような思惑がいろいろありますから、えー、そういうような政治利用をするんではなくて、実際に、あのー、 その歴史の中で行われてきたということを光と影両方をセットにして登録していくということこそが遺産という名にふさわしいんであろうという私たちは考え方です。<laughs>